独身なう、浅川図です。こんばんは。田原幸太郎です。わ、懐かしい。懐かしい。<laughs> これ、俺ら世代はわかるけど、<laughs> 若い人は知らねえよな。わか,からんわな。武士が昔のね。ーシャーミンですとかだろ。コーダ・シャーミンです。<laughs> です木村太郎か。木村太郎はまだな、現役でやってるけどな。なんだ、ギリな。ギリなって言い方も失礼だけど。 ギリってひでえ言い方だけれど。まあね、そんな感じで、ニュース、まあ今日ね、ちょうど小池都知事がね、会見してるようで、今ね、このね、東京都がこの41人、1日で過去最多のまあ感染者数ということで、なんとこの中にね、志村けんさんも含まれてるらしいんですけれど。<今ね S 1> な,なんだよね、人,人脈あるから。 結構ね、いろんな人と接してるんじゃねえかなと思うんですけれど、まあ、小池都知事の会見内容としては、今、感染爆発の重大局面にあると。で、まあ、これをオーバーシュートっていうね、言葉でよく最近使ってますけれど。ねうん、で、今週末、今週末の、うん、えー、不要、 不必だっけなんかその外出控えてくださいう、ね、って出ちゃいけませんっていうのは、うんなんか、れうしたね,、うん、うね。結構今そんな大阪兵庫では、あれしちゃダメ、これしちゃダメってイベントをいろいろ禁止してる、学校もね、うんうん、一番いち早くやったけど、うん、そもそもやっぱ東京ってやっぱ日本のね、一番、 大きい街だし。だって、ニューヨークとか正直、ニューヨーク、今大変なことになってるんだよね。なんかもう、あれじゃん。映画の世界やもうこれ。これがだから、まあさ、えっと、昨日か。昨日、東京オリンピックの1年延期が、まあ、ほぼ決定した、まあ、ニュースになりましたけれど、まあ、その後に、この、なんだろうな、3連休明けってもあって、やっぱちょっと気が緩んでたっていう部分もあるんかもしれないけれど、まあ、東京でちょっと爆発的に。いや、これはもう、気が緩んでたんじゃなくて、 yeah <laughs> こんなものは、ああそもそも東京ってやっぱさ、全国とか全世界から集まる、人が集まるとこだからああ、もう一番拡散する場所だから、俺はね、おかしいと思ったね。1位が、ね、<や> 1> 北海道で2位が愛知県ってどういうことやねんっていうか。うん、今までのデータ見るとやっぱ東京がやけに少ねえなって感じはしてたよな。いや、それはおかしいって絶対。まあ、そのね、うん、その東京オリンピックを控えてるから数字を低くしてんじゃねえかっていうふうに疑ってる人もいるぐらい、 だから、まあ、今回これで、でね、まあ、一年、うん、ね、一年伸びちゃったから、もう、それをする必要がなくなったんで、うん、バンバン。感染者が、この、開き,ね、開きなって、公表してるんじゃねえかっていう、まあ、そういう見方もある。みたいなんです。んだから、それも含めて、安倍さんとかも、あえてバ、バッハ。バッハだな。バッハ,、ね、ハ、本当。あの、オリンピックのな、あの、委員長に、行ったんじゃないかな、もう、すぐって。あ そう言った早くね、そう言っとかんと、うん、なんやねん、東京、えらいことなっとりやんみたいな、うん、<laughs> 確かにな。うん、あ言いとかなあかんでな、もう、だから早めに行ったんちゃうんかな、<ー>思ってな俺も今回、この25日か、25日に41人咲いたっていうニュースが出てくるのを見れば、まあうん、当然、オリンピック延期っていうのにまあ説得力が増すわな、そりゃそうだよなっていう。 なんか、んかあれも俺汚いと思うんだよな。なんかさ、延期したってことで、うん、さすが安倍さんじゃないけどさ、うん、さすがやっと、<laughs> な,な、やっぱその辺の対処は、早いな、みたいな。 いやいやいや、<ー>お前ただ自分のその東京でのコロナウイルスのあのオーバーシュートが怖いだけで、ね、今のうち行っとあって後で叩かれるぜみたいなことだと思うんだけど、うまい具合隠したんかなぁ思ってな、俺は。これはまあ本題なんですけれど、はいはいはい。うん、えー、首都封鎖、ロックダウンっていうね、言われてるものがまあちょっと現実味を帯びてきたんだね。もうターミネーターみたいな世界だな、<ー>もうも。いやー、本当北斗の剣とかな,かなそういう世界だけれど。<laughs> そうだよな <laughs> で、まあ、実際、このロックダウンを、その東京がロックダウンになったとき、どうなるんかっていう話なんですけれど、ミュージシャンである作家である辻の辻仁成さんがあのフランスでいち早くね、そのまあフランスのロックダウンを経験されてるっていうことで。はいはいはい、要はそのフランスで今、こういうことになってますってことを発信してるんだすね。 で仮に東京都がロックダウンを発令した場合どういうことが考えられるかということで、まあ、あくまでも心の準備のために読んでもらいたいということで、えー、具体的なこと書いてあるんですけど、まあ、健康のための運動食材の買い出しは認められているが外出する前になんと政府が用意した用紙をダウンロードし日付やサインなどを記入携帯しないとならないと。 限られているとあ<ー>で、えー、感染のひどい地域では22時から朝の5時までは完全封鎖となっていると。 えでもこれね、なんか<ー>日本人ってちょっと不思議でよ、あのー、やっぱ欧米の人たちってさ、そう思って結構敏感だがね、多分、はい、あのー、なんか慣れてる感じはするよね、きっと多分国土はっていうかさ、国がつながっとるじゃん、全部。日本みたいに島国じゃないから、島国だからちょっとこう、のんきなところはあるよね。なな、うんん<ー>でフランスはこういうことしててますよっっそんなことやったら、うん 大パニックになりそうだけどね。いや、大パニックになると日本人アホだから、パニックをあんま想像してないんだよね。で、いつも。だからね、うん、あの、今日、今東京ね、スーパーの、うん、あの、買い占めすごいっていう、今。今日 今日、あの、ツイッターで流れてくるけども、全然スーパーとか品物売ってないって、ほら、あの、外出しないでって言われてるからも、今のうちにその食品を買い溜めしてるんでしょいや、それね、この間、昨日かな<ー>今日か。ニューヨークからさ、あの、まあ、要は、アメリカのニューヨークに住んでる日本人とかもさ、もう今日が最終の飛行機っていう感じでさ、もうね、もう渡航とかできなくなっちゃうみたいな、ね。いやいや、もっと前もって帰れよっていうかさ、<ー>なんでギリギリまでニューヨークにおんねんって。<laughs> 確かになぁ、うんうん。あの辺が日本人だなぁと思うんだよな、<ー>俺。ハワイなんかもそうだよな。もうダメになっちゃったよね。うん、だからもう、この4月なんか全然旅行業界とかほんと大打撃だと思うけれど。うんうん、すっごいと思うよ。3、4。うん、うん。ボロボロだろうね。 で、あとね、この辻さんの話では、えー、ロックダウンになると、営業できる店はスーパー、薬局、食材を売る店、えー、タバコや病院などに限られると、あとは閉鎖と、えー、普通の会社はテレワークになると、まあ、アマゾンも生活必需品を優先し、贅沢品は配達をやめてるっていうことで、まあ、生活に必要なお店しか開いてない、娯楽みたいなのは、みんなもう休みになっちゃうんだわな。 欧まあ、あとはその、うん、なんていうかな、権限が強いよな。あの、トランプさんとか見ても、やっぱ、ね、トランプさんの権限が強いからも、うん、ニューヨーク外出禁止とか言っちゃったらさ、うん、その、もうそれに従わざるを得ないけど、日本だとやっぱ、みんなの合意を得られないとなかなかそう,、ね、そういう難しい、うん、まあそういう国だよね、日本ってね。日本ってね、なんかね、 ググズグズしとんねん昔からそういう強いリーダーシップって日本の風土に合わないのかなっていう気もするしねまあほら雰囲気とかをさ、ね、そのみんなの空気を読む人種じゃない そう人の <laughs> 空気をなんか相手のこうやって言ったらこういうふうになるだろうなってみんなこいつが言い出したから俺も言っちゃえみたいな,なんか誰かが一発がって言ったらじゃあ便乗しちゃえみたいなとこあるが日本人ってこの連休とかもそうだけどもう席を切ったようにこのあもう平気なんだみたいな感じで意外と外出しちゃったり遊び行っちゃったりっていうビートたけしの昔のほら赤信号みんなで渡れば怖くないみたいなさうううそういうちょっと 国民性があるのかなっていう気はするんだよね。うん。俺は独特だと思うよ、日本人の国民性っていうのは。<ー>もう、それはもう前の戦争の時もそうだし、いろんな今で。 あった、まあ、俺らはね、生まれて震災とかさ、リーマンショックとかもそうだけどさ。うん、だからまあ、その、割と早い段階でさ、日本って自粛ムードが出たじゃん、うん、このコロナに関しては。またさ、日本の自粛ムードって違うんだよね。海外で自粛ムードってさ、<laughs> もうちょっとベランダ出てさ、<laughs> うん、カン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 鳴らしたりとか歌歌ったりとかして、元気づけるみたいなあるやん、向こうの人って。<laughs> はいはい,いや、最近そういうニュース多いよね。うん。でも日本人って、もうなんだろう、自粛って言ったらさ、 あまあ前の新鮮の時とかすげえ感じたんだけど、今ね、あんだけ苦労して悲しい事件が起こってんだから、<ー>うちらがそんな楽しいことしちゃいけません、みたいな。やったらなああ、確かにその違いはあるわな、うん。なんかモラルとかな。うん、そういうのにこだわるっていうのかな。 最近見たニュースだとあのスペインとかだとあの自主的なクイーンのあのコールレスポンスがこのマンション内で始まってるみたいな動画あったけど、<laughs> <ー>日本だとやっぱそれがないわな。うん、ないないない。あのー、あ<ー>だからこれはね、だから多分いってもしイタリアみたいなことが日本で起こったらもう大問題だと思うんだけど、イタリアだから、 で,うでも、イタリア、イタリアで、オーバーシュートしてんだぜ、うん、もう。あれあれはね、<laughs> もうあれって、日本であんなことあったら、まあ、もう。大変だよね。大変っていうか、もう、どうなっとんだろうな、ちょっと。まあ、まあ、政権倒れるだろうな。うんうん、まあ、もちろん、政権とかよりも、もう、誰か独裁者が出てくるっていうかさ、まあ、野党の誰かがドンと出てくるかわからんけどさ、うん。うん、この、本当に、数週間は勝負かもしんねえよな、その大都市においてはな。いやだから、これは、ちょっと、 あの本当に1929年に世界恐慌ってあったと思うんだけど、あれと同じような感じ、俺らは全然わかんないし、本当に戦前の大昔のことなんだけど、まああいったことが、まあ、あれ以上なのかもしれんし、もう、まあ、今、軽くもリーマンショックは超えてるとは言われてるかや、まあだから、1年、2>, うん、1> 2年ぐらい引きずりそうな感じですよね。うーん っていう。 この実際、このロックダウンが発動されれば、まあ当然、その経済にも影響は出てくるだろうし。いいね。東京、首都とかやめりゃいいんだって。名古屋とか首都、いし。あ、確かに。名古屋、名古屋、名古屋。長くて、首都。首都、長くて。は、ちょっと弱い。あでもさ、石原さんが都知事の時ほら、首都移転の話って結構出てたじゃん。我が栃木県の宇都宮もその候補に入ってたからね。これだったら。あと、長野とかさ。アカだったら 例えばワシントン DC とさ、やっぱ政治とその経済のところ分けたりとかて。分かれてるよね。それはカナダもそうなん金融がニューヨークで政治がワシントンで、そのエンタメはロサンゼルスだもんな。そうん。とか、ね、<ー>とかハリウッドみたいなとこもあるし、 オーストラリアでもそうだ。オーストラリアだったらオーストラリアでもそうだね。まあ、シドニーなんだけど、実、ね、はあの、ああメールボルルとかあるんだけど、実際とキャンベラなんでしょああそこは。ええ。だから政治に関して言えば、まあ東京でいいかもしれんけど、やっぱ経済なんかに関しては、やっぱトヨタがあったり、まあトヨタもちょっと今後不安だけど、うん。あ別に名古屋って言うわけじゃないんだけど、<laughs> <laughs> うん別にどこで見るんだよ別に名古屋じゃなくても、別にあの、尖閣諸島で見るんだけど、 いやただでも政治と確かに経済はあの地理は分けた方がいいよう、ね、な<の>気がするわ、うん。俺はそれはお前から俺は思ってた、ね、まあ経済は東京に残していいと思うけど、うん、その国会とかはね、うん、もうちょっと安全なところがいいと思うんだよな。 でもさ昔だったらさそれが例えば京都とか大阪とかでちょっと分かれてたわけでしょう、ね、そ,うなんでそれはある意味江戸時代とかうまく、うん、あれぶっちゃけああ言ったのにオランダとかさああいう国からのそういうものが長崎の方のさ出島の方であ、うん っていうのもあったしまあ、うん、そこいろんなどこの地域のその地域地域性っていうかさそこでやっぱ国をうまく運営してたっていうのはあったけど、うん、今ってなんか全て東京ってとこあるが。首都封鎖になった時のダメージっていうねうん。うんうん これがまあ現実にならないことに祈るばかりですけれどまあ実際にね今日、この小池都知事の発表ではまあ東京のこの感染者が爆発的に今ちょっと増えだしてるっていうことなんでんまあ俺ら個人でできることはまあとにかくな自宅にこもって手洗いをしてっていうぐらいしかできないんでん正直、先は全く読めない。うーん だね、でもまあ、うん、またね、ちょうどこの新学期が始まる時期なんでね、そのうん、入学式とかそういうのも延期になったり、中止になったりっていうのもちらほら出だしてきてるんでね、うん、そういうとこも含めて、まあ、うん、うーん。 なんていうか大変な年になったなーっていう、ね。いやいや、ちょっともう令和になってから、本当に俺らのチャンネルはひどいよ。<ー> <laughs> 俺らのチャンネルがひどいのか。<laughs> いやいや、全部ひどいよ。全部、全部。なんかもう、<ー>うんなんかマイナスなことしか言ってへんっていうか、確かに。まあ、これがいい機会なのか悪い機会なのかわかんないけど、こういったまあネットとかさ、うんあ。でもドコモが 5G になったんだよな、そういや。ああ、開始したね。うん。朝鹿君は何と、どうやったっけ英雄 いや、俺はあの、格安シムだから、まあ、あ<ー>回線はどこもだけど、まだ全然、4G だね。ああ、そうなんだ。俺、ソフトバンクなんだけど、今、いろいろと話題トあそこも回った。<laughs> なんかもう、ね、上場をやめるっていう言ってるし、もうニュースになってるね。うんちょっと、わからかなり、まあ、もともとね、自転車創業の会社であるんで、まあ、かなり、<ー>雲行きは怪しくなってきましたけれど、まあ、ね、ちょっとね、 今回はそういう,うまあ <laughs> 首都のまあ、ロックダウンがちょっとこう,う現実味を帯びてきたっていうねお話でございました。はい。よろしければチャンネル登録お願いします。